こんにちは、ゆうたです。はい、今日は、まあ、全然ね、大した話じゃないんですけど、ちょっとね、おって思ったことがあったんで、ちょっとそれをね、話したいなと思いますね。はい。僕はなんでしょう。普段、朝と昼食べないんですよ。今もう夕方6時とか7時ぐらいなんですけど、まだ食べてなくて、これ終わったらなんか食い行こうって感じなんですけど、なんですけど、朝と昼カフェラテをね、近所のスタバのカフェラテの一番大きいのを買って、それ朝昼ってやってるんですよね。でまあそれはどうでもいいんですけど、そこでね、なんで、で、大体まあ2日に1回ぐらいはなんか行くんですよね。結構まあ、その顔見知りってことじゃないけど、あ、また来てくれましたね、みたいな感じに、まあ、ちょっとお話しする程度なんですね。なんかね、暑いっすね、みたいな。まあ、全然今暑くないけどね。うん。で、まあそこでね、まあ会計をね、するためにまあ並んでたんですよ。で、まあ、毎回話す、まあ、軽く話す、なんか兄ちゃんがいるんですよね。で、まあ、その会計が、まあ、3人ぐらいかな、僕含め3人ぐらい並んで、まあ、会計の時にじゃあこれくださいみたいな、500円ですみたいな、やったらなんか速攻でね、その兄ちゃんが持ってきてくれたんですね。はい、お待ちみたいな感じで持ってきてくれたんですよ。なんでまあ、いつも同じものしか頼まないっていうのを知ってるから、もうなんか並んだ時点で多分作ってくれたんでしょうね。うん。っていうこの、なんだ、手際の良さというかね、手際の良さっていうのもそうなんですけど、そこにすごくね、感動を覚えたというか、なんていうのかな。なんでしょうね。なんか、それって多分自分たちにも言えることで、まあ、そのお客さんの要望というか求めていることを、まあ、何でしょうね、どんだけ ある程度この予測して先に仕込んでおけるかみたいな、そういう話ですよね、うん、って思ったんですよ。それってめちゃくちゃ大事だなというか、自分はいつも使われ、まあ、どっちかというと、まあ、使われる立場なんで、何でしょう、まあ、店員さんの立場なんですよね。で、いざこうやって自分がお客さんになってそういうサービスを受けてってこの何か感じると、何でしょうね、結構何かあんま別に意識してしてたわけじゃないんですけど、何かね、それちょっとしっくりきたんですね。うん、だから多分僕のその雇い主の人も多分そう思っていて、ある程度この先手を打って何か仕込んでおくことっていうのは多分十中八九迷惑がられてはいなくて、ありがたがられてることはなんか確かなんじゃないかなってちょっと思ったんですね。だし、そこをどんだけ先手打てるかっていうのは結構その、まあ、評価というか、なんでしょうね、評価につながるっていうか、うん、まあ、どんだけこいつが使えるやつかっていうところをその意識せずにこのなんか尺度として見てるんじゃないかなっていうのをちょっとね思ったんですよね。うん、まあ、なので、まあ、そんなね。まあ、ただそれだけの話なんですけど、なんか自分としてはちょっとねピピピッと来たんですよ。まあ、まあそれだけなんですけどね。だから僕もちょっとなるべく先回りをねするっていう意識を持って、お仕事をしたいなと思った次第ですね。やっぱ、うん、そうですね。
そうですよね、うん、やっぱそうですね、はい、っていう感じで終わります。いってらっしゃい。